マリ社長の華麗なるカレーナイト。はい、どうも始まりました。今日もマリ社長の華麗なるカレーナイト、よろしくお願いいたします。はい、忘れたわ水ちょっと佐藤さん後で水持って私の水を持ってきてくれ。はい、というわけですね。ですね、じゃあまず何からかというと、はい、こちら、番組への質問と、あ、すいません、ありがとうございますここで持ってきてもらってありがとうございます。ツイッターの方でですね、募集しておりますので、アットマークアズパン FM の方にリプライの形で、番組への質問やコメントありましたら、ぜひぜひどんどんください。そうしましたら私たちが読み上げてお答えします。お待ちしてます。そしてですね、ここのスタジオはですね、トレイルフレッシュというなんだっけちょっとやばいわ、今日なんかあれだわ、安心安全なね装置をね、設置しておりますので、感染症対策バッチリで行っております。ちゃんとこれね、アクリル板もあるからね、大丈夫ですよ。さあ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 、ですね、神田カレーグランプリが終わったんですよ、先週。11月の5日6日にね、終わったんですけど、なんか予想以上になんか人が少なかったっていうか、やっぱりコロナの期間2年間かな、やらなかったせいか、今もやっぱりあんまり外にそんなに出るっていう、人混みの中に出るっていう人が少なかったのか、聞いたところによると過去は4万5000人ぐらいだったらしいんですけど、なんか今年はね3万人だったらしいです、来場者が。だから土曜日が割と人が少なくて、あれあれって思ってた。日曜日はね、やっぱり入場規制かかるぐらいになってて、ね、すごかったんですけどもね。いやー、すごい疲れたわ、もう本当にイベンターやってた頃の日じゃないぐらい疲れたわけよ。もう年だしね、私もね、本当ね答えた。で、1週間経った今ももう疲れが取れなくてやばいんですよ。もう多分スタッフも相当疲れたと思いますよ。あんなね、あんな、もうなんていうの、なんて言ったらいいのゲストの方ちょっとそこらで笑ってますけど本当に分かるでしょ。今日のゲストはあれなんですよ、同世代の方々なんで、もう年を考えた時のこの疲れ具合っていうのが、ちょっとやめよう、疲れた話すんのはね元気に今日も番組を送りますというわけで、じゃあ早速今日のゲスト、今日はね、芸人さんじゃないです、実はね、マジシャンとパフォーマーのお二人なんですね。誰、しかも女性なんで、ちょっと元気よくいきたいと思います。じゃあ早速お呼びしましょう、今日のゲスト、マジシャンペルさんと、なんつったっけパフォーマーのアッキーさんです。どうぞ。おいおい、やばい、結構親睦深めてたのに、いや、結構深めてショックパフォーマーって言ったのに、パフォーマーいやいや、いやでもさ、今までアッキーの名前ってさ、結構一発で覚えられる、ね、アッキーは覚えたんですよ、その前のパフォーマーの名前がね、まあ、名前もいい、まあね、パフォーマーね、重要じゃないですか。まあまあ、今大丈夫ですよ、アッキーがあってクッキーとかじゃなければ大丈夫です、まあ、あったんだけど、本当にかつて名前違ってワッキーって言われて、司会の人に違う、それ違う、そのまま出たんだよ、そのまま出た、はい、今日なんかにぎやかになりそうな予感ですけれどもね、はい、はい、にぎやかに、まずはですね、ゲストのお二人に自己紹介していただきたいと思います。じゃあ、ペルさんからどうぞ。はい、はい、私がマジシャンのペルと言いまして、今マジシャンやっておりますけれども、過去にですね、なんとシンガー、スノーボーダー、アイドルとかですね、うん、探偵、うん、ジャン氏といろいろ経て、うん、マジシャンになりました。すごい、はい、もっとアイドルってことですか。アイドルもね、確か地下アイドル的なことはちょっとやってたんですけれども、そのシンガースノーボーダーアイドルというのは、スノーボードが得意だったので、こうゲレンデを滑りながら歌うアイドルというね、世界初。すごくないですか。え、だってそれ、はい、なんか抱えてるんですか。いや、スピーカーインカムつけて
インカムからこうゲレンデによく流れてくるじゃないですか、はいはいはい、松任谷由実さんとか、うんうん、あんな感じで私が歌ったのがこう流れてくるっていうですね、すごいですよね、これすごい滑りながら歌うんで、あのサビまで聞いてもらえないっていうねえ、どこでやってたんですかそれ。いろんなねスキー場に呼んで、苗場とか、なんかグランデコとかいろんなところに呼んでいただいてやったんですけれどもね、ちょっとまあワンシーズンで終わっちゃいますね。ワンシーズンで終わったの。ちょっと冬は仕事が、冬はあるけど夏ないじゃないですか、うん、売れてるねチューブさんみたいな売れてる感じだったんですけど、売れてなかったんでちょっとあの夏越せなかったっていうね。えじゃあスノーボードお得意ってことは、はい、あれですか、毎年スノーボー行かれてるんですか。行ってたんですけどその当時は、うんうんうん、あのちょっと調子こいてあのジャンプ台に1回入ったら、うん、そのままふわーんって反り返って2回転ぐらいして着地して、はい、人体切ってからちょっとあのちょっとあの、ね、怖くて、あの、あ、確かに、あとマジシャンになってからちょっと手怪我しちゃうとね仕事できなくなっちゃうんで最近行けてないんですよ。スノボね私も好きで、マジですか、20歳ぐらいからやってたんですけど、一応なんかちょっと若干プロとかをね目指してたんですよ一時期。ハマって、マジハマって、はあ、これね検定試験とか受けて、はいはい、3級まで取ったんですけど、すごい、じゃあ次2級ってなったらもうシーズン次になるから、あー1年後になっちゃうからやめた。そこでえすごい、じゃあハーフパイプとかジャンプ台とか無理無理、話し出したからそういうのでそうね、ちっちゃいジャンプ台トンって飛んで頭から落ちて話し出して飛ぶのはもうやめよう。もうやっぱね、やっぱねみんな怪我してたんだ、恐怖心がねそうそうそう、あばらひび入ってるとかも怖い、もうやばいやばいやばい、怖い、でも年だから、そう年はね怖いですからね。そうですね、いや年じゃないよ、うちら、まあ、20歳そこそこでね、そこそこでね、はい、そこそこで今やっておりますんでね、ぜひぜひ皆さんご勘違いないように、無茶はしないようにっていう、そうですね、びっくり、でも、うん、スノーボードつながりがあったのは、ね、今日初めて知りました。はい、覚えておいてください、はい、しっかり新しいね、しっかり覚えました、はい、というわけでじゃあ、はい、アキさんどうぞ、イエーイどうも、はじめまして、私パフォーマーのアッキーでございます、女性ながらにしてですね、芸がですね、まあ、ジャグリング、物を投げる、例えばボール3つ投げたりとか、はい、コップを4つ投げたりとか、うんうん、そういうジャグリングという芸と、あとバルーンアート、細長い風船でねじってひねってこう形にする、うん、はい、風船ですね、あの、はい、まあ、動物やキャラクター作ったり、あとはちょっと、まあ、マジックをちょっとステージ用にちょこっとやって、その3つをこうミックスしたステージショーを、まあ、全国各地のイベントでやってます。引っ張りだこですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。顔芸も入って、顔芸も得意。パフォーマーなのか芸人なのかちょっとよくわかんない。まあ、ほぼ今芸人になってきてるね。昔は本当喋んない芸をずっとしてたんですけどね。パントマイム出身なんで、はい、30分のサイレント芸をやってたんですけど、信じられない。あの本当にいつからか喋るようになっちゃってごめんなさい。なんかいい顔で喋ってますからね。すごいのよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあここでですね、はいはい、まずツイッターコメント来てますので早速読みたいと思います。はい、マルピさんからいただいております。マリ社長の華麗なる華麗ナイト、マリ社長神田カレーグランプリ決定戦お疲れ様でした。お疲れさま、はい、賞は取れませんでしたが400店舗中の20店舗に選ばれたことは誇るべきことだと思います。すごい、そうなんですよ、それ本当すごい、400から20店舗、いやそれ本当すごいですよ、でそれもソンジュソクラじゃないからね、カレーのソンジュソクラ、そうね、うん、すみません、アキさん次ね、あのツイッターコメント来たらあの受け取って、わかりました、わかりました、いいですよ全然何でもやりますんでドリンクとかも買いましょうか、もう買いに行きましょうか、うん、応援していただいた皆様にこの場をお借りして熱くお礼申し上げます。で本日はペルちゃんがゲストということで楽しみにしていたのですが、本番は用事があって見ることができません。すでにいつもの喫茶店でバナナジュースを飲んでいるマリ社長にお任せいたします。ね、さっきね、喫茶店で一緒だったんですよね。そうなんですよ、本当にさっきが喫茶店行ったらそう入ってマリ社長入っていって、わお、まさかそんなことあるって、私の行きつけの喫茶店に、ね、行きつけだったのに、ね、美味しかったですね、あのめっちゃ美味しかった、いちごジュースがラストにちょっとがっかりですね、うん、そう売り切れちゃって、はい、うん、びっくりしたもんね、うん、マリアック情報、はい、続きまして佐藤さんからいただいております。はい、佐藤さん、マリ社長、ゲストのペルさん、アッキーさん、こんばんは。こんばんは、そこにいるけどねこんばんは、今日は佐藤さん帰ってきた、なんか久しぶりになんか帰ってきた気がする、あ言わなくてもあの画面に出るから閲覧OK のね、いい番組ですね、今日は、はい、
今日は今日もマリさんのお店に食べに行かせていただきました、うん、美味しいカレーをありがとうございます。また食べに行きます。今日も楽しい放送となりますように。すごい画像が出る。今日ね、二種盛り食べてくれたの。二種盛り、二種盛りとかできるんですね。できますできます。さっき、来たら、あ、そうだ、さっきね、ともえちゃんと、ともえちゃんと私とアッキーで食べに行こうって、あ、本当ですか？さっきメールしてたんで、はい、でも、はい、グループライン作ったんですよ、はい、っていう、マジしますよ、ぜひぜひ、はい、イエーイ、スポンサー募集、はい、あ、佐藤さん乗せてくれてありがとうございます。いや、美味しそう、美味しそう、美味しいんだけどね、絶対。これ上のやつが、うん、季節の野菜とポーク、はいはいはい、で下のやつが今回カレーグランプリでデビューしたクリーミーチキン、はい、クリーミーチキン、ね、美味しそう、イエーイ。それこれあれですよね、ドンキに売ってるやつですね。だだだ、全体的にドンキで売ってるやつ、間違いなく、もしかして私があげたやつ、それそう、ちなみにベルからもらってる、これも私の、ちなみにこれ何の時に使うんですか。え、これ大体日常にいつも持ってるって。なんでよなんでよ、うるさくない。うるさいよ、うるさいよ、日常に毎日持ってた。相方です。相方なんですね。名前あるんですか。え、ピーちゃんです。ピーちゃん、今つけたね。じゃあチキンのピーちゃんだよ。チキンのピーちゃん、チキンピーちゃんじゃないの。チキンのピーちゃん、何にも絡みがよくわかんない。わかんないけど、ピーちゃんらしいです。はい、続きまして、はい、カルベさんからいただいてます。カルベさん久しぶり。なんかツイートコメントくれるの久しぶりじゃない。お疲れ様です、カルベです。マリシャチョ神田カレーグランプリお疲れ様です。ペルちゃん、クエスチョンソールドアウトでまた行きます。そうなのよ、カラベさんいつもありがとうございます。クエスチョンっていうマジックバーで今度、うんうん、あのフレアバーテンダーのショコちゃんとイベントがあるんですけど、おお、そう、それがね、チケットが、ま、狭い場所なのでソールドアウトになって、それそりゃそうでしょ、だって世界のね、すごいショコっていう女性のパフォーマットペルーのコラボだから、あれは売れるでしょ。そう、9割ショコちゃんのね、お客さんと、あ、そんなもんでしょ。そんなもんよ、はい、アッキー8月の京橋旦那とのコラボしっかり見たよ。あら、まあ、どうもどうも、見てくれた。意外と私のことも見ていただいて、ありがとうございます。京橋旦那、あれだね、京橋であのペルちゃんと2人でやったのよ、中華料理屋さんでコンビでやったネタをね、それを見に来てくれたカルベさん、ありがとうございます。はい、はい、そして観覧席レギュラー佐藤さん、金魚、昨夜はお疲れ。昨夜はお疲れ。何したの昨夜。昨夜。ショーパブ。ショーパブね。ショーパブにいない日はないって言われたもんね。常連ですよね。常連常連。常連ってどこでも現れる。もう出演者より来てるっていうね。いや、だからいいね、それね。それなんか公開されてるわけでしょ、だって。もう有名、有名人。ちょっとまだあるから聞いて。はい。はい、すいません、喋っちゃって、ペルちゃんといえばあの、はい、あの名曲ペルッチャオだよね。ペルッチャオ、ペルッチャオだよね、歌っちゃいましょう。歌っちゃいましょう、初めてびっくり、歌っちゃいましょう。ペルペルペルリンチョ、ペルペルペルッチャオ、はい、こんな名曲になっております。そういう曲を出されたんです。そうです、一応ね、iTunes でちゃっかり売ってるんですよ。おお、すごくないですか。みんな買いましょう、これ買って着信音、はい、着信音にぜひ、あの嫌な人がいた時にこれを聞かせればね、相手が嫌な気分になりますんでね。いや、すごいの、これショーでやるんだけど、このペルッチャオがもうなんか念仏のように入ってくるの、耳に、そういう系ですね。そうそうそう、残っちゃうね、あれね、残っちゃう、そうなんですよ。呪いのソングって陰で言われてますね。はい、ではですね、はい、じゃあちょっとペルさんについて、はい、トークをしたいと思います。おお、時間がだいぶ押したわな。そうだ、でもね、私ね、アッキーがもう喋るってことで、ね、10分でもこっからアッキーさんについてのトークの時間。あ、そうですか、じゃあペルさんがいいですよ。いや、軽く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 、すんごい軽く、軽く軽くって本当軽かったですけどね、今ね。私についてると、私軽めでね、軽めで、なペルさんも、あの、はい、もう喋りたいこと喋ってもらって、喋りたいこと、フリ、え、野放し。ちょっと3人いるんだから3人でワイワイやるもんじゃないの、こういうのって。でもほら、ペルさんに重点的に、ね、重点的にフォーカスだからね。そうそうそう、あ、フォーカス、ありがとうございます。じゃあ振りましょうか。はい、なんかそうですね、振っていただいた方がなんか急にね。ペルさんでも結構忙しいんじゃないですかね。まあ、コロナが明けてきてちょっとずつお仕事がね、こう増えてきまして、今まあちょこちょここう、まあどっちかっていうとね、あの、バーターが多いんですけどね。バーターが多い、はい、誰かのこう
お月というかね、小判ザメみたいな。私とアッキーあのチーム小判ザメって自分たち呼んでいて、誰かのメインにそうそうそうこうスネ夫のように、うん、ジャイアンの横にいるスネ夫のようにスッといるっていうのが結構プロな。あ、でもそれでもいいじゃないですかね。ま、ありがたいです、本当に。覚えられやすそうですよね、人に。そう、あ、またあの人いるみたいな。それは間違いない。またくっついてきてるよ。間違いない。そう、毎回あの人なんかしっかり誰の横にもいるなみたいな。そういう感じで、あのそうですね、今ちょっとちょいちょいお仕事もコロナでね、今まであんまりなかったんですけど、戻ってきたので、あの忘年会ね、まだ空いてる日ありますんで。クリスマス会もあるからね。はい、クリスマス会も営業。新年会もあるからね。待ってます。ペルさんは、はい、テーブルマジックとかやられるんですか？テーブルマジック、もともとテーブルマジックが先だったので、はい、テーブルマジックの目の前でやるクロスアップマジックっていうんですけども、あれが最初得意で、その後ステージをやってるので、はい、一応両方できます。はい、両方できます。え、なんかやってほしい。えなんかやってほしい。せっかくだから。そうですね、一応ね、あの後半に準備はしてるんですよ。じゃあ後半にしましょう。いいか、はいはい、後半にとっておきの派手なやつ準備してます。わかりました。楽しみにしてきます。危ない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 。じゃあアキさん、はい、そうです。まあ私はまああれですよ、特に言うことはないですけど。わかった。え、誰かに似てる。さっきさ、ま、ずっと思ってたんですけど、誰かに似てるって。鬼奴ですよ、鬼奴。あ、声かな。声と顔なんか顔も若干顔似てるよ。つまき鬼奴さん。鬼奴っすか。あ、でも言われてみればこの辺のなんかそうそうほっぺの森モノマネいける。いけるいける。でも私モノマネの人に言われたのは、あの人、あのほらみなみちゃんのモノマネやってたでしょ。俺誰だっけ、あのほらお酒の伊藤麻子。はいはい、あの人はモノマネの人がね、声いけるって。あ、声いける、声いける。鬼奴もいける。あとキャラ的にはあの人ほら、あの乳首ビューンの人だらけ。あの誰、乳首ビューンの人いるやん。ほらこう、あこうあのよろ乳首の人、あの、うん、久本さん。そうそうそう。ああなんかキャラ的にはで言われたいことはある、うん、けど鬼奴は初めてかもね。鬼奴さん初めて。そう、ここが似てるかも。あとね、このかすれ声がやっぱり共通するような。じゃあかすれ声は最近なのよ、これ。先駆けですか。まあ、先駆けもあるし、あとあの現場が続きすぎて喋りすぎてて、あれ声もかすれちゃった。かすサンドの飯より喋りたい。喋りたいの、ね、に。喉塗るスプレーしない。そうね、もう本当に。ちょっと今回せっかくのね、喋る時間なのに声がカスカスなのに。いや、いいじゃないですか。それがまたキャラとして。鬼奴さんのキャラ。なんでこの優秀なスタッフ、すごくない。これいけるって絶対。あ、ちょっと似て、あ、メイクやってみたら。やってみて。マジで？本当？私いける？いけるいける。いけるよ。モノマネ出れんじゃない？出ます出ます。でもモノマネって言ったらほらマリ社長だから、ね、やっぱりほら出方を聞いた方がいいんじゃない？私。ちょっとあのさっきねモノマネがマリ社長でいるっていう。いやいや、だからほらだってモノマネできちゃったからさ、ねえ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 。あの黒、本人的にはなんか黒歴史なんですよ。昔のモノマネ時代っていうのはね。今日でも振ったらいいっていう。でも私が鬼奴でもしかしてさ、モノマネの一ネタで出てるかもしれない。うん、そうですね。いける私。いける？わかんない。全然声とか似てないから。似てなかったけど。いけるのかな。やっぱね、プロに習った方がね、プロじゃないですよ。いやいや、でもやだって仕事してたんだからさ、ちょっと、うんうん、やっぱりっ、ね、そこは数ヶ月数ヶ月ですけどね。だからこそ腰掛け。そう、だからこそ黒歴史なんです。まあ、でもね、仕事にしてたらやっぱりそうですね、ちょっと一ネタぐらいやっぱね聞きたいなっていうことで、もしよろしいですかね。やっぱり私の今後のためにもマリ社長の番組ですし、やっぱり本部初公開ですか。いや、そのです。何回かも振られてて。やってるんかい。じゃあもうじゃあいっか。いや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 、やりましょうやりましょう。一回ちょっと見てみたい。いやでも、今までって周りに芸人さんがいたから、モノマネ芸人さんが、モノマネ芸人さんが振ってくれてのモノマネをやってたんですけど、モノマネ、あ、鬼奴さんいたわ。鬼奴私いける？酒焼けいける？いや、やってるじゃん、モノマネ。これだけね。てか、知らないから振らなきゃいけない。その鬼奴さん、振らなきゃいけない。鬼奴へ振るの。じゃあ待って、これ私の黒歴史なんだよ。むしろ今日初人前でまずモノマネやったことないのに、こんな大
公開で鬼やっこもちょっと若干知らない感じで、テーリングでやってんのに。大丈夫、鬼やっこで振るの？振ればいい。分かった分かった、鬼やっこで役名を振るってこと？そう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 、よくあるじゃん、モノマネの。それ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 、それは私がやるわけ、鬼やっこで。逆に引っ張れば引っ張るほど辛くなる。分かった分かった分かった、昨日酒飲んじゃった。で、どうなの？うん、静か？こんばんは、昨日静かです。もうなんだ、飲んでんの？今は飲んでないけど、うん、でもね、ちょっと昨日飲んじゃったかな。あ、やだ、私と一緒じゃない？一緒なの？最近どう、元気？うん、まあまあかな、でもちょっと疲れが溜まってるかな。あ、なんかあんた最近さ、ちょっと娘売れてない？それはね、うん、やっぱり私の娘だからだよね。いや、うわ、長くない？大丈夫？長い、止めろよ。ごめん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 、変な汗かいて、全身から危ない。いや、それペルが止めるの待ってたんだよ。そっか、私が止める、私がね、若い野郎3人いたら、ね、待って、聞いて聞いて、私って、うん、あのそのモノマネ芸人をね、うん、あの工藤静香でやってたんですけど、うん、トークじゃないんですよ。ちょっと待って、トークでやってないから、もうちょっと、いやだからさ、歌だから、いやだからさ、歌、いや、そう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 、だから嵐の姿とかを歌でちょっとだけで出てた。え、じゃ今結構初なわけ、その無茶ぶりでやった感じ。それをここでなんか来たゲストさんに鍛えられたんですよ。ああ、じゃあもう鍛えられてるね。でトークでなんかトークで喋るようになったけど、ショーパブの時はあれ全然歌だけで、工藤静香で喋ったことないです。初出しかと思って今ね、初出しで私初鬼やっこだからね。いや、私のフリーゾーンをどうしてくれんだよ。だから私の、いやチャレンジャー、いやチャレンジャーでしょ。だからもうモノマネじゃないんだよ、みんな分かってる。モノマネじゃない。あ、モノマネに転換しましょうじゃん。売れるかな私。声全部稼いだ人やればいい。伊藤麻子、だから鬼やっこ乳首ビューンっていう。あと、ももせ、ももせかおり、ももいかおりさんとかね、いいじゃないですか。声カスカス系だけやる。あ、ミル姉さんやってる。知ってる人っていうからね。今現代の人知らないし、見る姉さん。平成生まれ知らない。これしょ、これしょ、タバコのこれ。これこれこれ。あたしさん、あたしさんって。これできそうやね。あとあの、あれもちょっと志村けんのあんたっていうあのなんか感じ、アイン系の。アイン系ね。開発できそうですね。そうですね。アイン系もいけそう。なので、ぜひアッキーを前、モノマネ教えたいって方から。それを入れつつのパフォーマンスをやったら、バカ売れでしょうか。まあ、確かに。誰もいないね。オンリーワンでしょ。確かに。モノマネ入れてる人は誰もいないでしょ。いないです。タイミングがね、おかしいの、その。なんかさっきちょっと大きいのも見ましたけど。そうそうそう。これの大きいバージョン。大きいバージョンも。あれは、第1章かい。第1章。これチキン、そう。だから以上、長男、次男、三男って3ついんだけど、真ん中にいたい。チキン三兄弟。チキン三兄弟。チキン三兄弟っていうのがいて。パクってんだ。なんかパクってんだ。なんかパクったぞ。完全にパクリ。これ今何、アッキーのフリートークですか？これあれなんですよ。もう、マリ社長に、チキンといえば。チキンといえば、そりゃもうクリームチキン。なるほどね。ありがとうございます。やっぱカレーといえば、おさ、何何、お皿でございますよ。お皿ですよね。だから皿とチキンとでやる芸をちょっと今日は開発してきたんで、おお、なるほど。もうこの流れはいいんじゃないの？これやっちゃって、いや、そうですね。ぜひやっちゃいましょう。はい。じゃあこれ、はい、あの。社長、これ持ってもらって、このチキンのケツをしっかりっ持ってればいいですね。そうです、両手でキュッと持っていただいて、このアクリル板があるんで、ものすごいドキドキ。私が基本的にめっちゃビビってるんですけどね。あの、青、じゃあ、行きましょう、皆さん。マリス社長の華麗なるクリームチキンということで。はい。いや、お、いや、ガクも、ガクも、ガクも、でかくなる。じゃあ、いきます。こんな狭いところで、それも座って回したことないけど。あれだよ、やったー。はい、はい、はい。はい、待ってる。じゃあこれを行きましょう。その持ってる、しっかり持ってて、お願いします。その次、3、2、1、はい。回ってる。回ってるよ。本当に回ってんだよ。回ってる。回ってるよ。おお。危ねえ。おお。いつもより多めに回ってましたね。あぶねー、興奮してる。それが、それが興奮してる。気に入ってる、マリシャが気に入ってるよ。なんと、ラボー、生きがいい、生きがいい。これ、この話結構縁起物でね。
くるくる回っていいこと言ったってことなんで、うんうん、これであのお店繁盛っていうことでしょう、ね、はい、普段からねやってるなんか、まあ、そうこれはリアルなねあの北京とかに感じのねあの吊るされ方ですよブラックブラック、意外とこういうのが好きなんでねこういう結果を好きになるからブラック系好きだよ ね、 ねでございますありがとうございますわいわいわいマリ社長とアッキーは初対面なんですよね。そうなんですよ。私は何度もお会いしたことあるんですけど、そう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 。なんかね、てっきりと、うん、あどう。じゃなんかね、あの、うん、すごい仲良くなれた。そうなんだ。仲良くなれたのにちょっと名前出なかった。違う。パフォーマーが出てる。パフォーマーどうでもいいからもうパフォーマー大丈夫。パフォーマーいいやなくてもいいよもう本当に。いやもう。アッキーさん仕事来たよ。いや仕事来た。仕事来た。はい来ました。はい。受け取る仕事ね。これはどうする？これもはいはいはい。はい、じゃあツイッターコメント来てますよ、はい、ありがとうございます、はい、アキさんからいただいております。アッキーさんじゃないですよ、アキさんからね、はい、マリ社長ゲストのペルさん、アッキーさんこんばんは。こんばんは。マリ社長、神田カレーグランプリお疲れ様でした。お疲れ様でした。今度お店に食べに行かせてもらいますので、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。アキさんカレーグランプリの違い、この方も、うん、私の中では佐藤さんと同じ、はい、四天王だと思ってるんですけど、昇格してんの？昇格してんの？あの昇格に現れるの？あ、やっぱそうだよ、やっぱりレギュラーのように割とね、まだ佐藤さんほどじゃないのかな、うん、やっぱナンバーワンなんだ。佐藤さん、カルベさん、うん、アキさん、あと一人島の実名出してみたいっていう四天王だった私は。大丈夫、ショーパブグランプリとかじゃないですよね。四天王出てるけど。すごいね。はい、続きまして、はい、しげまつしチャンネルさんからいただいてます。はい、はい、ありがとうございます。マリ社長こんばんは。こんばんは。先週は神田カレーグランプリお疲れ様でした。結果はともかくまた来年も頑張ってください。この後も引き続き番組も頑張ってください。松下より。ありがとうございます。この松下と新松チャンネルっていうのは、はい、毎月第4土曜日の、うんうん、今日ですね。9時から。ほうほう。あのここの鳥小屋ゾリFMで番組を持たれている方なんですね。で、あの、もともとうちのお客さんだったんですよ。そう、うん、お客さんね、もうあの今の神田のお店の前のお店の時からのお客様で、たまたまここの社長と知り合ったらしくて番組を持つことになったって。そう、普通の方ってこと？芸人さん？いや違います、あのサラリーマンの方。サラリーマンの方が番組を持つ、すごいですね。すごいですよ。すごい、いきなり番組持つって。ちょっとびっくりしちゃいますけどね。すごいよ、新しいね、時代が、ね、もう見てくれてるってことですよね、今。見てくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。お見知り明けよ。はいはい、はい、ではですね、はい、はい、ちょっとじゃあカレーについてのトーク。あ、そう、カレーについてね。ね。ね、なんか お二人ともカレーお好きっていう感じお聞きしました。アッキーさんは。アッキー、私よくランチするんですけど、カレー一緒にランチしたことなかったんで、うん、ぶっちゃけカレー好きじゃないのかと思ってたんですよ。あ、ところが、ご飯は普段なんかランチしてもドリンクぐらいしか飲まなくて食べてないからね。そう、喋ってずっと喋ってる。そうそう。あのビュッフェで喋って終わってるの。そう、ビュッフェ、あのそうそうそう、あの120分で食べ放題だったんだけど、あのドリンク3杯で終わっちゃったっていう。喋って喋ってそれ。喋ってないじゃん。相手がもうすごい何回も皿いってるのに、私あのずっとドリンクで終わっちゃって、お金だから何千も払って毎回なの。毎回。喋りに行ったみたいな感じ。そうなのよ。ちゃんとと飯より喋りたい。喋りが好きなのね。でもカレーも最近ハマってるって。じゃあそれ本当偶然、カレーがこれね、多分半年ぐらい前からなんですけど、たまたまね、あのビール、まあいつもちょっと一人晩酌みたいなのやってて、でまあビールが大好きなんですよ。それも黒ビールとか白ビールとかいろんな種類のまたビールで、一回コロナでやっぱこう外に飲めなくなったから、なんか世界中のビールを飲んでみようって思って、お店に行って一缶ずつ買ってたの。それいっぱい買うんじゃなくて、一缶買って堪能してみたいな、それ趣味で。はいはい、趣味ね。それでそのビールを結構制覇したんですよ、世界中のビールを。いろんなお店に行って見たことないやつを。でその時につまみ、まあいろいろ、例えばナッツとかトリュフ系のポテトチップスいろいろ合わせてた時に、たまたまカレールーが家にあったから、それで、まあ、飲んだら、カレーのそのスパイシーさと、ビールのこのフレーバーがもうマリアージュで、それで聞いたことない、ワオってなったんですよ。ワオ、そのマリアージュがワオ で今までで一番のマリアージュがワオだったカレーだった。そっからハマっちゃって、今度はビールに合わせてカレーの、そのレトルトカレーなんですけど、合わせて食べるっていうのが流行っちゃって、今スーパーマーケットに行って片っ端からレトルト食べてるんですよ。いろんな種類のビールと合わせて、そう、それで
ちょうどそれもやってるんですよ、趣味で、うん、でやってたところでカレーグランプリのまあ、ことを知って、うん、でそれはあの今年本当はあのカレーでグランプリのある、うん、その神田でね、うん、イベントがあったんですよ、お祭りが、うん、大人の縁日っていう、うん、でも大人がこうお酒飲んでワイワイするっていうお祭りに、まあ、アッキーが出る予定だったんですね、うん、パフォーマンスで、はい、でそれ中止になっちゃって、うん、まあ、ちょっとあのスタッフの人と飲んでた時にカレーグランプリの話がたまたま出て、うん、今年見に来ればって言われたんですけど、偶然現場でその行けなかった、うん、たのがそのマリー社長が出たやつ、うん、あーそのさっきね言ってた、だからもしあれだったら 見に行ってたんですよ、そうですよね、だから行ってマリー社長の普通に食べてる可能性あるっていう、うん、ねえ知らないよ、あータイミングが残念だった、ね、そうなのよ、売れっ子だからごめんなさいごめんなさい、土日ダメですよ、ごめんなさい、現場かぶって土日メインだからね、ごめんなさい、ごめんなさい、それでひっくり返って、うんうんうん、でもカレーちょうどドハマりしてたから、ぜひ一度もう、まあ、もうね、うちの店にぜひいらしてください、ね、私は結構スパイスが効いてるのが好きなんですよ、あの、ね、ほんとマトンとか、うんうん、あの癖が強めのカレーが好き、へ、うん、なんかスタンダードなやつじゃなくて、うんうんうん、でなんか今ハマってるのがマトンのキーマカレーとかっていうのがどこかがあって、はい、あ美味しいんじゃないですかね、すごい美味しいの、なんかちょっと独特でマトンのこの臭みが、うんうんうん、それがまたビールに合うのよ、黒ビールとかのちょっと濃いめに合わせるととか、あーであのペーレールこういや可愛い、あの白い軽い感じのビールにはちょっと軽めのチキンのミルクカレーがあったりとか、そのこうフレーバーがね、うん、全然違うね、そのこう当てた感じが、だからご飯なし、もうルーとルーのみ、のみルーとビールをやる、あ、じゃあうちでもそうしてもらって大丈夫ですよ、ビールあるから、おーで、そしたら、ね、3種類ぐらいね、あ、ルールールーでね、種は種は出すんで、もう全然種は出すんでそりゃそうだよ、もうルーは種は払ってもらう、うん、金は出すんで、もうルー、あの、しこたま出してもらって、それでこう、スプーンで、いいね、聞き酒みたいな、聞きカレー、聞きカレー、聞きカレー、いいじゃないですか、私今それなのよ、へぇー、嬉しい、すごいね、ね、あれしょって、うん、3人で今度いらっしゃるんですよ、そう、ともえちゃんと、あ、でも2人はライスで食べてるわけでしょ、で、こちらはライスだね、で、隣で私がこう、3、4種類食べてて、ものすごいビールとか、あ、マリアージュを、あ、大丈夫、うん、あ、TikTok 撮りますけど大丈夫ですか、あ、もう撮り放題乗せ放題、もうせ、ね、取り放題、出し放題、出し放題、大丈夫だよ、高付け喜んでね、楽しみにしてます、いやいや、ぜひぜひっていう、まあ、まさかのね、カレーつながりがあって、ね、これもペルちゃん知らなかったの、うん、そう、知らなかった、うん、誰にも言ってない、ね、まあ、だってちょっと言えないじゃない人に、なんでよ、まあ、毎日そんなさカレールーをだから、その要は夜な夜なこう、ね、一人でね、ビールでさ、一人で寂しく思われちゃうでしょ、確かにそれだけ聞いたらすっごい寂しく感じた、ね、じゃあ、じゃあカレーお好きじゃないですか、うん、ラーメンはお好き、ラーメン全然食べないですよ食べないことないでしょ、いや全く食べてないかもしれない、確かに食べてるの見たことないよね、ペルさんは食べるよね、ラーメン結構食べるじゃん、好きです、好きです、うん、じゃあラーメン多いもんね、じゃあ例えば、うん、カレーとラーメンが合体したらどう思います、うんうん、あ、食べたことないけど、なんか食べてみたい、食べてみたい、思いますよね、美味しそう、仕事来た、仕事来た、うん、ね、ヨネヤさん、ヨネヤ先生、あれヨネヤ先生、あれ誰かと思ったら、うん、まあ、あの、そうですね、ベルさんと、はい、アッキーさんのかな、そう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 、そうですね、ツイッターアカウント よく、え、知ってる方で、誰かと思ったらでコメント終わっちゃってね、うん、その先ないんかいっていうね、あ、この方はお知り合いなんですか、そうです、めちゃめちゃお世話になってて、はい、あ、アッキーなんかね、番組何回か、そうですね、あの、なんかあの統計学の先生でいらっしゃってて、すごい真面目な先生なんですけど、あの、まあ、ゲストが私でエクセルで統計学を教える、そうそう、研修講師って書いてます、そうなんですよ、で、すごい、もうね、そういうすごい方、あの、頭脳明晰な方のゲストでアッキーが出て、なるほど大人気でリピートで3回ぐらい出るんですね、喋り倒したもんで、結構あの方々で、あのなんかこう喋るゲストによく呼ばれてる、最近、うん、すごい助かる、ね、また来た、また来た、ヨネヤさんから来ました、また、はい、また、はい、今日ポン出し大変そうだ、うん、しかし2人とも飲んだら安く上がりそうな感ポン出しポン出しってポン出しなんですかね、あれは何、あのあれじゃないユズポン、なんの喋りをほらなんかするとかじゃなくてポンって、そういうことじゃない、なんかほら業界用語ですか ね業界用語みんな分かってる、みんな分からん、ヨネヤさん分からんよ、ほら YouTube でこうライブとかやってるから、多分ポン出しってなんかあるじゃん、専門用語とか、あれなんか多分分かんないけど、なんか急にポンって出す感じですかね、ああ多分ね、が大変そうだと、喋りまくってるから、みんな自由にね、結構自由だったよね、
はい、それでね、ちょっとごめんなさい、はい、さっきのお話の次なんですけど、はい、カレーとラーメンが合体したら美味しそうだと思いませんかっていう話なんですよ。絶対美味しいですよ、はい、うどんとかあるし、カレーうどんとかあるもん、カレー焼きというわけですね、はい、実はですね、あるえレストランマリーはいが、はい、の、今回ね神田カレーグランプリでデビューしました、うん、デビューした、クリームチキンカレー、うん、はい、クリームチキンがラーメン屋さんとコラボすることになりました。おー、画像あります、こちらで、はい、鬼そば藤谷、しかもヘイタクちゃん、めっちゃ知り合い、うん、同じ事務所だったこちらですね、鬼そば藤谷さんは渋谷のセンター街にある、ラーメン屋さんなんですけど、有名ですよね、聞いたことあるじゃん、鬼そばって名称、有名有名、この店主はヘイタクちゃんさんといって、うん、まあ、ご存知だと思うんですけども、はい、そうそう、アゴモノマネをする芸人さんで、この方と前々からコラボの話は言ってたんですけど、ついに、そう、ついに今回実現することになりました。絶対美味しいじゃん、めっちゃ、カレーラーメンっていうのを、うん、出してくれるそうなんです。へえ、これはちょっと、でこれね、いつからかというと、はい、11月16日、お、来週水曜日かな、来週水曜日から鬼そば藤谷で食べれます。なので皆さんね、ぜひ渋谷センター街鬼そば藤谷まで行ってください。はい。これも食べてる。多分このポスターが貼られてるはず。へえ、すごい。16日から。16からですね。美味しそう。だってあのさ、縮れ麺に合うでしょ、カレー絡んで。美味しいと思います、多分。ね、だからその、うん、ヘイタクさんが、うん、まだね、私も試食してないからわかんないですけど、あ、まだしてないんですね。そうそう、あの昨日ね、できましたって言って、へー、そうそう、そう、だからどういう仕上がりになってるかちょっとよくわかんないですけど、社長いつ食べに行くんですか。逆に私はあの来週行きます。おー、早速、来週、まあ、そうですね、そう、あのやっぱ、うん、ヘイタクさんいる時に行かないとあれなんで、確かに、そうそうそう、ちょっと都合を付き合ってたらちょっと来週になっちゃったんですけど、行きますので、期待大、はい、ね、これはもうぜひ食べに行っていただきたいかなと思います。はい、すごい、はい、これも行ってもいいよね、来たんだけどね、私たちカレーツアーしていいんじゃない、昼カレー、あの昼、うん、あのマリ社長のカレー行って、うん、夜、うん、ヘイタクちゃんのヘイタクちゃんの行くとか、そういうのもいいよね、カレーツアー、カレーツアー、もうカレーツアー、もうカレーのみに溺れていこう、全然でしょ、カレーはもう毎日食べても飽きないと思うよ、うん、うん、確かに、カレー毎日食べれますよね、食べれる、ね、私はとりあえず毎日晩酌で、まあ、ね、晩酌でルールでね、晩酌だからね、ただマリちゃんとすごい、うん、あの残念なことに健康診断でちょっと塩味引っかかってるんですよ、塩味引っかかってる塩味がちょっと塩分毎日食べてる、ね、ちょっとやっぱ味濃くないですか、あれやっぱスパイス系でどうなんでしょう、毎日食べてるね、スパイス系はいいんですよね、スパイス系は多分いいと思う、どん食べ過ぎなんじゃないですか、レトルト、レトルト食べ過ぎなんだから、レトルト食べ過ぎ、レトルトはねやっぱりちょっと、うん、ちゃんとお店に行ってやっぱスパイシー、そうそうそう、本当はね、だから本当はそうなんですよ、だからもうお店で、うん、ただご飯なしでって言っていいのかな、お店で、あ、ありだと思う、全然ありだと思う、ビールでカレーでいい、あ、じゃあ今度次回から、いいじゃん、興味あるカレー屋さんいっぱいあるんですけど、うん、やっぱほら、うん、ライスがね、特にビールで行きたいから、そのつな、うん、いていいのかっていうのは、うん、いいんですかね、いいと思います、わかりました、ね、じゃあ私もあのちょっと巡らせてもらいます、カレーってカレーツアーはい、カレーツアー、はい、というわけで、ここからはフリートークになります、はい、まあ、フリートークですけどね、今まで、フリートーク、フリートーク、まあなんかもうお二人なんか好きなようにちょっと、もうすでにフリートークでしたけどね、今回本当にあれですよ、台本完全無視みたいな、確実にフリートーク、フリートークだったけどね、ねえ、じゃあちょっとあのフリートークの時に動画を、そう、動画ね、いただいてるんで、そうだ、そうだ、忘れてた、そう、あ、もう私が今日午前中に頑張ってちょっと打ったんだよ、一応見て、本職見て、本職、見て、見て、いや、見てみましょう、イエーイ、かわいい、うるせえな、で、まあ、やってない、ネタやってない、ヒゲダンスネタやれよ、ネタやれよ誰だよこの編集者の私がね、編集者ネタの、あ、初めて、人生で初めて編集したの、でもアッキーさんやっぱり動きが機敏ですよね、鬼奴動きが機敏、すごいし、まだ何にもせずなくて、まだ何もネタ、こっからこっからなんとですね、うん、誰だよ編集したの、見てください、何が出てくるの、アッキーの顔毛、顔毛、いや、いらないなんで、いや、いらない編集がおかしいのよ、これだから編集がおかしいでしょ、これちょっとね、マジマジダメ出ししてもらって、ちょっとね、この編集はよくわかる、よくわかる、普通さ、やっぱ普通さ、ネタ、本当は白いのにしたかったんだけど、そうだね、現象
障害で起きたところですけどね。また言えた。いやいや編集ちょっとおかしい。編集がよ。編集がいやいやだからさ、ちゃんと芸やってるとこだ。そうですよ。ちゃんとね芸やってる。結構これ40分ぐらいのすごい。あ、それさっきほら来た人、レストランで見たよって言った人。あ、そうこれに来てくれて。これに。そうそう、あの今年の8月、京橋のすごい中華料理屋さんで、はいはいはい、まあ、やってるイベントなんですけど、はい、そう、あのお食事とプラスパフォーマンスっていうところで、まあ、うちコンビで出演した時の映像なんですけど、こちら先端恐怖症のお客様に、はい、先端恐怖症だったんですけど先端恐怖症だ、ダメじゃんそれ。ダメなの本当は、うん、本当に。ああ終わった。ガクってなったよ。終わった。すごくないこのところ。あ、これアッキーの得意。やっと見えよ。刺したところで終わった。そうなんだ。そのまま帰るっていう。やっとね、やっとゲームっぽいじゃないですか。これアッキーの得意。それで私もジャグリング。日本でスカーフで投げてる私しかいないんですよ。珍しい。そうなんですか。そう、すごい大判の。これ一応3枚だと本当は最後4枚いくんですけど、あ、4枚いきますね。4枚いきます。これが。上が切れちゃってね、大事なところ誰だよ編集。いや見えてね、見えてる、ほら4枚やって、俺見て、あ、すごいすごい、私も頑張って4枚やってわーってやって、最後顔にハンカチがかぶって終わる。いや一応良かった、本職こっちですよ、うん、本職こっちだから現象が起きないとね。慌ただしい動画でしたね。そうなんです、初編集だと思って頑張りましたね。そうです、はい、そうそう、せっかくだからってことで、普通はね現象起きたところで、そうなんですよ、そうなんですよ、全然関係ない、ね、一応あれが本職です。おー、分かりました、はいはい、ということでね、はい、残りちょっと5分で何いや時間の配分おかしかったよ。じゃあこの後ほらやることあるから、そうかそうか、じゃあごめん、じゃあこれやらないと、ごめん、いける、マリ社長に、じゃあやろうと思って、何するのこれ、出てきた、はい、これさっきやってきたのをちょっとね、マリ社長に本当にちょっと一気に、はい、持っていただいて、はい、いただいて、ちょっと本当ガチなやつですよ、これ針です、風船入ってる、はい、風船入ってますんで、針を刺すとどうなるか、ちょっとマリ社長本当気をつけてくださいね、バーンとかも気をつけてください。これビクってなるやつ、これはい、風船に針を刺します。でも定置なので、はい、皆さんご安心、したりしなかった、いきます、やはい、やめてどうだどうだ、ってラーメンの麺を使って少し伸ばした感じの美味しいカレースープ、うん、たまに食えるところがあるんだよ、紙エプロン必須、うん、結構真面目なコメントしてたね。マジコメント、あざこのくだり涙出て、ちょっと、ね、社長があれだよ、マリちゃんとかコメント読めないくらいのレベルですよこれ。涙出てるよマリちゃん。だってさ、さっきの割れないのがマジックでしょ。本当はね、本当はね、うん、そうなんですよ。だって割れてんじゃん。そうだから本当にあれ割れたでしょ。あれは前振り前振り。だってもう時間ないのよ、もう。だから時間ないから。でこれを今ね、マリちゃん、あの泣いてる場合じゃないの。本当に何するの。じゃあこれ前がいい、後ろがいい。前がいい、後ろがいい。知らんがな、そんな。ちょっとね、じゃあちょっとこれ首にはめていただいて。早くもう時間がないですよ。時間ないから、そうだ、あと2分ぐらいから。やばいよ、サクッと刺して終わって。さっきは風船が割れたので。意外と重い。意外と重いって。重いのよ。で、これどうすんの。これが本番でーす。こっから行く、だって難しいの。こっから行く、何すんのこれ。
マリさんとじゃあ私の方向いてもらっていいですか。うん、そうだね、ちょっと椅子を立ててください、はい、社長。さっきのは練習です。今度が本番です。怖い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 。はい、マリ社長のさっきの優先何だった。ねえ、ね、大丈夫？ねねマリ社長本当さたまに刺さる時あるから気をつけて。痛かった。ちょっとやめて。痛かったちゃんと言って。まマジこれ痛かったら握ってあげてください。マジアッキー本当に何回か刺されてんの？痛かった。歯医者さんみたいな。歯医者さんみたいな。いきますよ。痛かったら右手あげてくださいね。歯医者さんで右手あげるって。いや大丈夫。いきますよ。せーの、死んで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 って言われた。マリ社長すいません、今日はこう番組終わりです。もういやこのまま終わるっていいじゃん。抜いてよ、抜いてよ、抜いてよ、いいじゃん、このままやって。いきますよ、じゃあいきますよ。さしまりじゃん。3、2、1、こい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 。危ねえ。貫通式、はい、これはもう本当に首が大丈夫かチェック、はい、チェックしていただいて、あ、無傷、はい、無傷、よかった、よかった、もう大丈夫、あの涙がねちょちょ切れちゃってますよね。なかなかないんじゃない、マリ社長がガチで泣くって。ないね、本当だよ、さっきの風船が一番怖かったでしょ。じゃあ、あれ私の気持ち分かってくれた、さっきのあれリアクション系本物だからね。あれ本当に刺すか刺さないかのギリギリラインだから、いつもアッキーが持っててね、そうで私がいつも割るっていう、そうそうそう、なるほどね、はい、今何分かな、あ、すごいちょうど10分、イエーイ、仕事ができる私たちプロです、ワークします、鬼やっこ鬼やっこ仕事できる、ありがとうございます。コメント来たい、コメント、はい、はい、ではですね、コメントが来る前ですね、こちらお二人にサインを書いていただきます。私とアッキーのサインを書いて、これ欲しい人いるかな、はいはい、これを、抽選で1名様視聴者プレゼントいたしますので、たった1名だぞ、頼むよ、誰もいなかったら立場ないから頼むよ。いや、メルカリで売れるで5円ぐらいだよ。いやいや、送料の方がさ、かかる、1台より安いな。じゃあこちら半分ずつね、はい、仲良く、はい、はい、お願いいたします。番組中に書くシステムですか。そうなんです、わかりました、わかり、出来上がったら見せるんで、はい、ね、じゃあね、ヨネヤさんすごい、あの、くれますね、すごい、そうですね、ヨネヤ先生ありがとうございます、はい、誠に残念 だ、過去風船笑った笑ってる、あの、割れたからね、普通にね、まあ、あれはね、うん、プロとしてマジシャンがどうなのかってことですね、うん、マジで割れてるね。はい、ひろまさくんからいただいております。はい、お疲れ様です、遅くなりました、うん、マリ社長、はい、カレーグランプリ、お疲れ様でした、お疲れ様でした。宣伝大使兼社長やのに現地行けなくてごめんなさい。いや、そのとんでもないです、お忙しいですかね、社長もね、はい、ちなみに今日ゲストのお二人さんとは多分つながってはずだけど、どっちどっちどっち、あやふややん、またフォローとか見ておきます。またフォローとか今見て、今見て多分で、はい、何したんですか、これね、ひろまさくんって言うんですよ、ひろまさくん、ひろ将軍と書いてひろまさくん、へー、すごい、覚えました、当て字的なね、はい、ちょっと見てください、よろしくお願いします、繋がってるかあー、いや、涙がね、ちょっと見れちゃって、本当よ。いやいや、初じゃない？マリサちゃんが泣いたかいって。泣いたかい初めて。貴重ですね、貴重貴重。貴重よ、本当に。このサインもらってくれる。なんか書き直してるサイン。どうしたこれ。意外と貴重な。あ、仕事仕事仕事が来て忙しい。はいはいはい。なんで毎回さ、こうなるんだろうね。はいはいはい。はい。できた、書けた。と。これはなんだ、これ、これ、あ、これか、はい、ひろまさくんからです、はい、ね、はい、はい、マリ社長が首切れなくてよかった、そうですね、本当に、ナイフに血のりつけておかないと、仕込みしとけよ、そうですね、あの、そうそう、忘れてた、もう血がついたハンカチは用意したんですよ、違う、ああ、やる予定が、あ、そういうことですね、これ血のりがついてるね、忘れてました、後出しか、マリ社長の涙で忘れて、全部飛んじゃって、飛んじゃって、はい、できた、ありがとうございます。サイン書いていただきました、イエーイ、かわいいんだよこれ、ペルのサインもかわいいけど、かわいい、アッキーのサインもかわいいんだよね、ちなみにね、これね、ここに私のサインもちっちゃく書いてある、なんでちっちゃいんですか、かわいいやん、一番かわいいやん、一番かわいいやん、一番かわいい、私ここの時でちょっと二度書きしてるもん、サインを1名様にプレゼントしますので、宛先こちらでございます、マリ社長のツイッターアカウント、フォローしていただいて、DM でサインくださいと書いていただければ、はい、抽選で1名様にプレゼント、抽選ですよ皆さん、どうしどうし、はい、お願いします、はい、奪い合ってくださいね、今日の、締め切りは今日の12時、夜中12時、ね、夜12時、
はい、はい、はい、非売品です、非売品ですよ、時間ね、そうそう、はい、嘘でもいいから頼むよ、頼む頼む頼む、同じ人が何回やってもいいよ、お待ちしております、佐藤さん頼むよ、件数だけ欲しい、当たっちゃったら佐藤さんしか申し込みないけど、どんなんでこれちゃんと玄関に飾っといてダメだですね、はい、はい、じゃあお二人なんか告知ございますか、はい、告知どうぞ、はい、そんなね告知じゃいいんですか、じゃいいですよ、時間もねあれだと思います、あるの、一応ねこちらの終わったやつなんですけど、マジカルコンサートドクターレオンさんっていうね超有名なマジシャンの方と、ペルミント一太郎さん、あとお歌のジャスミンさんの方とライブをやりまして、はい、11月の31日まで配信で見れることになっておりますので、はい、これどこから見れるんですかね、あ、それ聞いちゃいます、うん、それ必要じゃん、ですね、え、どこ、ちょっと私配信ってどっから見れる、あ、そっか、私ペルって言うんですけど、うん、あの名字がペ、名前があるでペルっていう、ちょっと検索、それどうでもいいわ、まあ、Facebook とかで検索していただいて私のページをちょっとなんか戻っていただくとどっかに貼ってあるんで、雑な告知、そういう感じらしい、お願いします、雑だ、雑です、すいません、はい、よろしくお願いします、何、はい、かありますか、あ、ありますよ、はい、私はもう全国各地のイベントにバン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 出てますんででね、一応 Facebook パフォーマーキーカタカナでやっていただいて、あとインスタですね、インスタもパフォーマーキー、英語でペペペペってやってもらって、うん、ですであの仕事はね基本的にあのホームページとかないんで、もう口コミまたはフェイスブックのメッセージネットワークメッセージだけなんでぜひぜひもうフリーで来てください、小さいお子さんのパーティーからもう大きなどでかい何千人のステージまで、これはわーマジ芸人なのね、あざそうです、パフォーマーじゃないね、もう芸人ですよね、はいはい、はいはい、ありがとうございます、ね、お時間なので、やだーもっと喋りたい、もっと喋りたい、早いですね、あっという間の50分、はい、50分でした、はい、はい、ありがとうございます、本日のゲストはペルさんとアッキーさんのお二人でした、どうもありがとうございました、ありがとうございます、首が切れなくてよかった。